人生には辛いことが必ず起きるわけよ。その時こそポジティブでいる。自分の思考ポジティブ。辛い時こそ自分のベストでいないといけないわけ。Hey guys, thank you so much for checking out Chris's room. 今日もね、忙しい中、クリスの部屋を見てくれてありがとうございます。で、毎週月曜日の夜8時、8時だよね。本当に7時とか言ったらやばいんだけど、新しいビデオ出してるので、チャンネル登録していただけると最高です。Alright! でね、変な外人やな。僕はね、カナダ人で、日本生まれのカナダ人なんだけど、僕はね、幸せで生きていくっていうことをみんながやっていると絶対この星、地球、この国、この世界が良くなるって思ってるのね。で、幸せな世界、環境も良くなるし、動物たちも幸せになるし、もうみんなが幸せになるっていうのは絶対できると思ったんだよね。で、どうやってできるのかっていうと、まずみんなでやっていくんだけど、みんながポジティブにシフトしないといけないんだけど、その前にオイラたちがシフトせんといかんと私は思うのね。オイラたちが、いや、だから僕たちができるようになると他の人たちも、あ、そうやんだってなるわけよ。で、それをシェアできるわけよね。ね、で、ポイントはじゃあどうやったら幸せに生きていけるのっていうことなんだけど、今日のポイントはね、2つあるのよ。最初は辛いことは必ず起こるっていうことなのね。あれ、人生生まれてきてね、王子様でも女王様でもね、王様でも辛いことがない人生ってないわけよ。ね、農民でも王様でも必ず辛いことは起こるわけよ。で、その人によって辛いのハードルが変わってくるんだけど、ポイントはお金持ちでも貧乏でも辛いことは必ず起こるのね。病気とか体とかなんか分かんないかも、恋愛かもしれないけど、お金があるから幸せ、絶対永遠に幸せになるっていうのは嘘なわけよ。ね、辛いことは必ず来るのね。で、今日のポイントは辛いことが起こったら何する。辛いことがある時こそポジティブで Be your best. Be your best when things are tough. Right? なんで辛い時に自分のフルポテンシャルでいるべきがすごいいいのかっていうのを説明したらね。どういうことかっていうと、これは、思考が現実を作っているっていう考え方がベースになってるのね。現実があって、で、思考が変わるっていうのは、科学的に論理的にやると、ね、理想なんだけどね。ね。リアルじゃないわけよ。ね。思考、自分のムード、視点を変わると自分の発言、行動が変わって、その行動には結果が必ず出るから、その結果が自分の現実を作るわけよ。前のビデオも言ったんだけど、なんでここにスケボーがあるのっていうと、俺がスケボーを買ったからなんだよ。ね、買わないで、スケボー着てって言ってもできないわけよ。なんで俺が買ったのっていうと、買いたいと思ったから買ったのよ。わかる？その買いたいってどう、この思いが行動につながって、この行動が結果を作ってるわけよ。だから自分の部屋見ると、自分のベッドの色とか、ね、自分の植物、それはあなたのムード、その時に決めた行動がお金使うとか、エネルギー動かして、その結果が今残ってるわけよ。自分の仕事もそうなんだよね。クリスよ、俺の親はそうじゃないよ。わかるわかる。それはちょっと難しいから置いとこう。それはその親とか話すとちょっとスピリチュアルになっちゃうから、そうじゃなくて、今スピリチュアルじゃなくて、科学的に論理的に自分の結果は過去の行動の結果であって、過去の行動は過去の自分のムード、思考の時なのよ。で、自分の思考がポジティブだと自分にベストな行動を取る確率が必ず上がるのね。確率が上がるわけよ。悪い悪い。で、どういうことかっていうと、自分のマインドがね、ポジティブ、自分、ベスト、優しい愛を、ね、愛で幸せ。で、辛いかもしれないけど大丈夫。ね、なんか怒られても気にしない、その人辛いんだなと思って愛で返してあげる。ね、子供が辛かったらその子、愛、なんでお前宿題やるんだじゃなくて愛で返してあげる。
ね、そうすると何が起こるかっていうと、1回の行動で結果は変わらないんだけど、人間って幸いに毎日毎日行動を何百回取ってるわけよ、何千回で。この行動が重なっていくと結果がもっと良くなるわけよ、ベストなの。これを説明したいのね、これを説明したいのよ。どういうことかっていうと、I'm going to share about three levels of thinking. Three levels of thinking. で、最初は転職の例で話したいので、次は女の子を誘う時の例で誘いたいんだけど、All right. これ結構ビッグなのよ。思考が自分の視点、どう考えるかによって、自分の結果が本当に変わってくるのね。ね。転職。例えば転職で、ね、自分が本当に入りたい会社が、ね、実はあなたを募集してるっていうのが現実だったとしましょう。Okay? 本当に自分がこういう会社いいなっていうところが、ね、その会社が実際に人を募集しようっていうところになってて、でもまだマイナビとかリクルートとかに出してないわけよ。でも会社の中では人を雇うって結果、もうそれをコミットしてて、今その行動を取り始めるっていうところね。で、ここでね、同じ人なんだけど、同じ人が3つのムードを選べるわけよ。ね。1つのムードは、ね、俺はできる。いいこと起きるって思ってる。何があっても大丈夫って思ってるムードを選ぶことができるよね。それ、ムードを選ぶってできるよな。それ選ぶだけだからね。大丈夫って思ってるだけだから。ね、なんか行動しなくていいんだよ。思ってるだけだからね。OK。で、もう一つのムードは、真ん中のムードは、まあ大丈夫かな。大丈夫だと思うけど、っていう真ん中の中のムードね。で、下のムードは、私には無理っていうムードなんですよ。OK。で、この時、現実はもう会社が人を雇いたいわけよ。Right? あなたみたいな人をぴったりを雇いたいわけよ。自分のムードをどう選ぶかによって、自分の行動が変わってくるのね。もし、この一番いいムードを選んで、ポジティブで大丈夫っていうムードだったら、いや、俺この会社好きだから、ちょっとメール手紙書いてみようって言って、ね、履歴書と手紙きれいに書いて、敬語を使って、ね、送って、電話でフォローして、メールでもフォローする。ね。そしたらどうなるっていうと、この場合はそこで仕事とつながるよね。で、現実が変わると。OK。真ん中だったらどうなるっていうと、ね、この会社、いや大丈夫かな、いや雇ってないかもしれないからどうしようかなと思って、で、ちょっとマイナビに会社がなんか出すっていうのを待つみたいな感じ。ね。で、すると、まあそこから会社の仕事につながるかもしれないわけよ。でも、一番下のところ、もう無理だって思ってるムードを選ぶとどうなるかっていうと、私は無理だ、そんないいことなんて起こんないと思ってると、そもそもその会社のウェブページもチェックしないし、マイナビとかリクルートとかその会社がお金を払って広告を出すところも行かないわけよ。で、そのムードを無理だと思ってるのを行動にすると仕事につながらないわけよね。 OK、 分かったかな。ちょっと分かりにくかったよね。もっと分かりやすく説明すると、ね、男の子が道を歩いてて、ここに超可愛い女の子がいるとよ、しようよ。じゃあ僕がいて、ここに超可愛い女の子がいるわけよね。で、たまたまこの女の子はシングルで、ね、男性を、ね、なんかデートしたいなと思ってるわけよ。OK? で、その時僕は3つのムードを選べるわけよ。1つは、あの子と絶対俺付き合うぞっていうムード。ね。真ん中が、いやー、付き合ってくれるかなーっていうムード。で、一番下は、ね、いや、無理だ。あんな可愛い女の子は僕と付き合ってくれないよっていうムード。OK。思考が現実を作るっていうのが挑戦だからね。このクイズ、ゲームだからね。OK。この女の子がいて、一番下のムードで、いや、こんな女の子と付き合ってくれないよなって思ってる人は、この女の子を誘いますか？もし俺がそう思ってたら、ここに可愛い女の子がいたら、その女の子誘いますか？誘わないよね。誘えないよね。だって誘う前から俺決めてんだもん。いや無理だもん、そんなのって。絶対俺と付き合ってくれないからって。そうなると、僕の現実はこの女の子と付き合えない現実になるわけよ。でも僕が、いやこの子と絶対俺タイプだ、絶対誘ってみる、いや絶対できるよ、いや挑戦してみりゃ、だったらどういう行動を取る？
俺は実際に行って、あ、すいませんって言って、まあ、最初はちょっと時計を外してね、時計を外して、でポッポッポってすいませんって言って、ごめん今何時かって分かるかなっていうちょっとチャラいナンパをして、ね、携帯に時計あるでしょみたいなとかね、すいませんごめん、ここら辺のコンビニに近いところ場所ないかなとか聞いて、お前 Google マップで開いたらコンビニとか出てくるんだけど、まあ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 、で彼女もそれ知ってるからキューとか言って、なんか、ね、それをコーヒーに誘ったりさ、ね、楽しいよな恋愛ね、青春は良かったぜ。はい、でポイントはね、ちょっと時間があれなんで、真ん中だったらどうなるかっていうのは自分で想像してもらいたいんだけど、自分のムードを選ぶことによって現実が変わってくるわけよ。わかる？で、自分のムードがポジティブな方がポジティブな結果につながる行動の確率が上がるのね。 OK、 これ大切だぜ。ポジティブなムードで行動を取ると、結果がもっとポジティブになりやすくなるのね。ね。どういうことかっていうと、例えばこの女の子が、俺が絶対誘えるぜって言って、今何時かって分かんないかなって言って、その子が、あんたさ、自分の携帯にそんなの入ってるでしょみたいなこと言ったら、ね、その子とは付き合えなかったけど、俺はそのままポジティブで、いや、あんな女子苦手、絶対あんな奥さん苦手、よかった、あの子じゃなくてって言って、あそこに可愛い女の子がいるかもよとか、ね、なんか次の行動につながるわけよ。ね、こういう会社いいなって言って、ね、雇ってくれないかって面接書を送って、いや、今無理ですって言ったら、あ、そっか、タイミングじゃないんだな。じゃあまたタイミングがあるときにどうぞお願いしますって言って、次のところに行ったら次のところにつながるかもしれないわけよ。わかる？わかる？わかる？だから、このムードがポジティブ、視点だと行動の選択の確率が上がってくるでしょ、幸せになるのが。で、ここがポイントなのよ。人生は辛いことが必ず起こるのね。辛いことが必ず起こるのよ。辛いことが起きた時こそ自分のムードをアップしないといけないわけよ。なぜかというと、自分のムードがアップの方がそこから脱出してもっと幸せになる確率が論理的に上がるわけよ、この考えを進んでいくと。そうでしょ？そうでしょ？なんか悪いことが起きて、例えば人間関係で悪いことが起きてる。ね。相当ね、超怒られてる。ね。彼女との喧嘩とかでもいいよ。恋人同士の喧嘩でもいいよ。その時ね、会社の中でも。その時に怒って、くそーって言って、お前帰るくしたーってなって。あれ、それは自分のムードが一番悪いところからの行動じゃん。そうなると、その結果は必ず悪くなるわけよ。もっとエネルギーとして残るわけよ。その、あなたクリエイターだから、宇宙の子はクリエイターだから、ね、それをクリエイトしちゃうわけよ。実際に作っちゃうわけよ、その世界を。わかる？その行動がそう繋がるわけよ。でも、その時に、うわーってなってる怒りを止めて、いやー、ちょっと待って、冷静になって、ね、ポジティブにして、ちょっと距離を置いて、すいませんって言って、距離を置いて、自分をクールダウンして、で、今度戻ってくる時には、距離を置きながら愛を置いて、そうだよね、すいませんって言って、自分の難しいけど、ベストなように対応すると、一番それが治る確率が一番高くなるでしょう。ね。ね。なので、人生には辛いことが必ず起きるわけよ。その時こそ、ポジティブでいる。自分の思考ポジティブ。辛い時こそ自分のベストでいないといけないわけよ。現実が変わるにはラグがあるっていうことを多分知ってると思うんだよね。知らなかったらちょっとビデオのリンクつけるから、これ知っといてね。現実が変わるには時間がかかるのよ。思考は一瞬で変えられるんだけど。Okay? Alright. じゃあね。次のビデオでお話しするのは、いや、クリス、ね、論理的に分かった。でも、自分の思考をポジティブにするのを、キープするのがすごい難しいの。ね、会社が大変で、もう辛くて時間もなくて、家庭も大変で疲れてて、そんなポジティブにしようとするんだけど、ポジティブになれないの。どうやってポジティブにキープするの？そのやり方をズバリ次のビデオで説明します。Alright, you guys, I love you guys so much. 本当に最後まで見てくれてありがとう。ね、このビデオがあなたの役に立つになって、で、世界が良くなることを心からお祈りしています。Alright, I love you guys. じゃあな、またね。Thank you. Woo!